ジャニーさんの性加害どうも。いや、そのなんか俺あんまりその何が正しいとか知らんけん。全然わからんけど、なんか亡くなった後にあの話が出てくるのがそういうことだと思ったわ。なんか、真偽はさておきね。なんか亡くなった後にああいう話が上がってくるのが、そういうことよな。要は。だなって思ったわ。ジャニーの話前からあったかもしれんけど、クソでかくなったのは今じゃない。やけなんかそういうことな気がするわ。レペゼンではセクハラないの？いや、女のスタッフがおらん。俺らめちゃくちゃナチュラルに多分セクハラとかしてしまうっちゃろうけん。女の子のスタッフがいない。多分俺らめちゃくちゃ無自覚でそういうことするけん。隔離さ、そう。基本的に隔離されと、虫食えないとマネージャーとかになれない。虫食えんとマネージャーになれんよ。そらそう。うちらマネージャー巻き込んだ企画100万回やるから。ちなみにおしっこも飲めな、マネージャーなら。虫とおしっこ飲めな。お前社長にしゃぶれよって言うやろ。言う。それは暇な時よく言うわ。社長、しゃぶってくださいよ。なんで俺がしゃぶらないかんとや。一番正しいツッコミ。